はい、それでは引き続き、穴等を解いていきます。今までこの砥石で研いでみて2000番ですけれど、一番刃線先が刃の一番が当たらないのが分かりました。もしかしてるとこういう穴通ってみんなそうなのかもしれませんけれど、ハサミで、30度、45度、60度などとか、刃をだんだん立てて最後本当の糸刃で終わらすような研ぎ方と似たようなことをやっていたのかもしれないので、砥石を今まで使ってたのから、これから天然砥に変えます。天然砥の台です。で、これ天然砥です。洗っておきます。あら、こっちだったかな。はい、で、これに3000番8000番3万番を使います。では3000番からいきます。で、こう3000番やるときに何かやっぱり必要かなと思うのが名倉です。名倉で砥面に研磨剤をなじましておきます。で、この穴等の持ち方ですけれど、今度は右手で小指の第一関節から軽くしっかり握って、四肢の第三節と母指で母指は角度をちょっとつけるために刃線の延長の方を押さえるようにします。左手の中指を添えて少し浮かした状態で峰を浮かした状態で親指に力を入れて、力を入れますとこの状態ではなくちょっと刃線側に持って浮かした状態で研ぎます。
ちょっと見てみます。どうでしょうか。まだあまり当たってないですね。もう一度、はい、立て具合を変えて、一度やってます。こちらは べったり当てれば当たりましたのでいいと思います。それでもう一度見てみましょう。だいぶ破線がくっきりしてきましたが、凹凸とザラザラが残ってる状態です。もう一度やります。次に破線場に移ります。洗い流します。砥石も洗います。手についている研磨剤を取ります。では次に破線板です。こんなことやってると温山戸がなくなります。
と言われてしまいそうなんですけど、なんか こういうのもあるっていう問い方でさせていただきます。とってもいい本、山戸なんですけれど、黒く出たのが溶けてる金属片です。もう一度表を研ぎます。洗います。見てみましょう。はい。だいぶついてきてると思いますが、もう一度旋盤でやります。取り返しました。今こうして黒く出てるところが砥石に当たってる部分です。根元に近いところ、中、先ですね。で、裏を押します。もう一度。払います。カメラで見せられないのが残念なんですけれど、キラキラ具合が先端に出てきてるのがわかると思います。この辺はプチ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 、使ってなかったので、
錆が残ってますけど、こっち側の方はだいぶ光ってきました。では砥石を洗います。今度は3万番です。手も洗い、砥石も洗い、今度は3万番の研磨剤です。3万番の研磨剤、8000番の研磨剤、それから3000番の研磨剤、すべて酸化アルミナです。では、タオルで拭いたんで1回洗ってから、刃から刃表から立てて、黒いのが出てきてます。中、先、もう一回思ったら基準こんな感じで起こしてます。裏を押します。もう一回表を研ぎます。刃が今回全く使ってなかった、極端に言えば10年ぐらい使ってなかった穴刀なので、こうしてやってますけれど、普段使ってる穴刀でしたら研いでるんで、工作もはせずにスラッといくと思います。日本紙それでも一緒です。レーザーでも一緒です。こっち側に当たるように、最後研ぎました。
頭もストラップにかけてみます。見えますかね。ちょっとずらします、ね、はい、これゾリンゲンのヘンケル社で買ってきたストラップです。一応ちょっとキャンバスもう一回やります。はい、表です。さて、切れるでしょうか。このやつちょっと。削れますね。刃が角度が厚いのでスパッとはいきませんが、切れました。こちらの手の毛。このように切れました。刃物研ぎの一番の、決め手はいろいろと研ぎ方があります。その先人の方法もいろいろあります。ただ最終的に目的は切れる、それが目的です。いろいろな工夫をしてみることが大切だと思います。試行錯誤があって今なお、研いでみることも、一つの、仕事の励みになると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。以上です。